はい、やはりこうホームの1戦目、開幕を迎えた1戦目ということで、やはりこうどういう戦いを見せてくれるのかなというふうに期待していたんですけども、もう想像以上にカットマンペアの仕上がり、ペアリングがとても良くて、私も興奮して試合を見させてもらいました。そしてこう威力のあるドライブっていうところが、田口選手を上回ったかなというふうに思いました。すごいラリーでした。この1本ね、素晴らしかったですね。かっこいい決定打でした、はい、この牛島選手、ダブルスでも起用されていて、とても調子も良さそうだったので、もっと接戦になるかなというふうに思っていたんですけども、想像以上に森選手の対カットの対策をしっかりとしてきたというところが伺えましたね。特にこのあまりラリーに持っていかずに、ドライブで攻めてスマッシュにつなげていく、